こんにちは、サードラです。今回は、おモペイントボールの使用と発動条件についてと合わせて、こんな感じで、まぁ、あ、ちょっとね、重症が映らないように、ほぼほぼモザイクになってしまっているとは思うんですが、今回であれば、ジェラトロスを狙い撃ちで10頭ですね、おモペイントボールでペイントしているんですが、自分が2位の狙いのモンスターにおモペイントをしてもらう方法について、検証が完了しましたので、解説をさせていただこうかなと思います。<laughs> で今回のオトモペイントボールの検証に関してはディスコードのメンバーの方であったり他の方にもデータ収集を協力していただいたおかげでかなり早く検証が完了できましたご協力くださった方々本当にありがとうございましたで今回のこの方法を使用していただければ先ほどお見せしたジュラトロス10頭のように狙いのモンスターのみにオトモペイントを使用してくれるようになりますのでオトモペイントでいらないモンスターをペイントされるというストレスは軽減されるかなと思いますで合わせて今回 の方法なんですがナイアンティックさんに一応確認をしたところ規約違反ではないということですが一応今後アップデートで今結構オトモペイントボールの内容って頻繁に変わってしまっているので、まあ、アップデートで条件とかが変更されてできなくなる可能性はもちろんありますのでそこは注意をしていただければなと思いますでまずはじめにオトモペイントボールの発動条件についてなんですがナイアンティックさんの公式サイトに記載されている条件が2つありまして まず1つ目がこちらですねいつでも冒険モードが有効になっていることで2つ目が一定の距離を歩くっていうこの2つの条件を満たしたときにオトモペイントボールを投げてくれるっていう条件になっています。 ここで気になるのが、この一定の距離を歩くですね。これが実際何メートルなのかっていうのが、まずね、発動条件の前提になってくるので、こちらについて検証してきていまして、こちらの今見ていただいている画像が、ジュラトロス10頭をオトモペイントボールの発動で捕獲した際のマップになるんですけども、まあ、説明通りですね、一定の距離が空いていることがわかると思います。で、このジュラトロスからジュラトロスの距離を Google マップと照らし合わせて測定したところ、最短の ところで約500で約すね、まあ、正確な数値ではないんですけども最短で約 500m でオトモペイントボールが発動していることが確認できましたでもしかするともっと短い間隔でも発動する可能性はあるんですが現状確認できているのは 500m 前後なので少なくともこの一定距離っていうのは 500m は移動していただけるとオトモペイントの発動条件をクリアできると思いますでこの 500m ってどれぐらいなんだっていう風に思う方もいらっしゃると思うんですが 一応、ハンターの周りに出ているサークルですね。あれが半径100メートルなので、あのサークルの半径5個分って思っていただけると、まあ、ある程度距離は分かりやすくなるんじゃないかなと思います。で、あと当たり前なんですが、こちらのいつでも冒険モードが有効になっているについてですね。これは、冒険モードをオフにしている場合は、500メートル以上進んでもオトモペイントが発動しないっていうことも確認できまして、逆にオンにするとすぐオトモペイントを投げるっていうことも確認できました。 なので、いつでも冒険モードがオフの間も移動距離のカウントですね。先ほどの500メートルっていうカウントはしっかりしてくれているっていうのも確認ができました。なので、まあ、前提条件ですね。ナイアンティックさんから出されているものをまとめると、まず条件1としては最低でも500メートル移動する。で、条件2としてはいつでも冒険モードをオフにしていると移動しても投げない。ただ、移動距離のカウントの500メートルは進んでいるっていうことが今回の検証でまずわかりました。で以上がオトトモペイントの 基本的な条件になるんですが次にこの条件を利用して狙いのモンスターにオトモペイントを使ってもらう方法についてご説明していきますでまず大前提ですね事前準備になってくるんですがこちらのいつでも冒険モードですねこれをオンにしている方も多いと思うんですがこれをまずオフにしていただきますまあこんな感じですねでチェックを外すとオフにすることができましてこれを切っていただく理由としては先ほどの条件ですねの1と2があったと思うんですがそれのいつでも も冒険モードをオンにしているとて条件をあえて満たさないようにしておくことでいらないモンスターにオトモペイントを使われるっていうのを防ぐことができるのでいつでも冒険モードはオフにしておいていただければと思いますで、ね、このいつでも冒険モードについても結構ご存じない方もいらっしゃると思うんですがこのいつでも冒険モードをオフにしていてもモンスターハンターナウを起動していればオトモの採取はやってくれますなのでいつでも冒険モードをオフにしてモンハンナウ起動中に変わることっていうのはオトモペイント 投げなくななくるだけなので基本的にゲームを開いていればデメリットはないです。念のためお見せしておくんですが、こんな感じで、こちらですね。まず設定で、いつでも冒険モードをオフにします。で、この状態で最終の章ですね、のところに近寄っていくんですが。 まあこれですね今オフになってますっていう状態でこのまま採取ポイントに近づくとこんな感じでアイルーがしっかり採取をしてくれているのがわかると思いますこんな感じでいつでも冒険モードをつけてないとアイルーの採取が入らないと思っている方もいらっしゃるんですがモンハンナーを起動していればオトモアイルーの採取もやってくれますので起動中に変わることはもう本当にオトモペイントを投げないっていうだけですねしか変わらないので基本的に切っておくデメリットはないと思いますでこちらのいつでも冒険モードをオフに ししていただいたたただら次はこのオフにした状態で条件ののつ目をを満たたすすす必要がありままで以上移動をしていただきますでここまで来たらあとはもう実際にやっているところをお見せしながら説明した方がわかりやすいと思うので動画を見ていただくんですが今見ていただいているのがジュラトロスとドスギリオスがサークルの中に入っている状態になりますでこの状態でジュラトロスのみペイントをしていくんですがまず今回はドスギリオスが邪魔 にになるのでドス,ギオスを先に討伐しますこれは狙いのモンスターしかサークルに入っていない状態の場合はこの手順はいらないですでまあこんな感じでドスギルオスと戦闘開始してまあ、ここはスキップしますねはいでこんな感じでドスギルオスの討伐が完了しまして で次に、これで狙いのモンスター1体のみになりましたので、オトモペイントを発動させる手順を踏んでいきます。こちらですね、この設定を開いていただいて、まあ、先ほどと逆の手順ですね、いつでも冒険モードを今オフにしているので、これをオンにしていただきます。で、すると、これでオトモペイントボールの条件であるまず2つを満たすことができますので、アイルーがペイントボールを投げる準備っていうのはできています。で、次にオトモペイントボールをもうこれで投げれる状態にはなっているので、ここから、 トトペイントボーールを投げるるリガーですねになる動きっていいうのがいくつかありま,して、まあ、まず一つ目代表的なのはアプリを起動してすぐですね。本当はこのモンスター捕獲したくなかったのに起動した瞬間にペイント勝手に使われたって方もいらっしゃると思うんですがそんな感じでアプリを起動した時に投げる場合があります。で、次に二つ目がモンスターがサークルから出入りしたタイミングですね。で、ペイントを投げることがありまして で、三つ目が今回使うんですが、通信エラーから復帰した時ですね。この時もペイントボールを投げてくれます。で、あと、ま、他にも細かく言えばいろんな条件があるんですが、今回はこの三つ目の条件を使っていきまして、手順としてはもうシンプルですね。こんな感じで、機内モードをつけていただきます。ですると、まあ、通信が不安定になりますので、この状態から次もう一回機内モードを解除すると、通信が入ります。これで、通信エラーから復帰した状態になるので、 まあこんな感じでペイントの抽選が入りましてまあ、オトモペイントが発動するっていう感じですねでこちら見ていただいて分かる通りまあ、こんな感じで先ほどのジェラトロスがオトモペイントされているっていうのが分かるかなと思いますまあ、今回は機内モードの方が早いので機内モードでやっているんですがもちろんアプリの再起動などでも抽選を入れることはできるようになっていますであとはこれでオトモペイントが完了したら先ほどの設定からいつでも冒険モードをまた切っていただくとこれでまた次の移動で 勝手にペイントされるるっていうののを防ぐことができるのできあとはこれの繰り返しですねまた欲しいモンスターがサークルに入ったらいつでも冒険モードを付け直していただいてでまた機内モードにするで通信が不安定ですって出たらもう一回機内モードを解除して通信エラーからの復帰って状態を作ってあげればおモペイントを投げてくれるっていうのを繰り返すことができますのでこれで狙いのモンスターでおモペイントを使うことはできるようになっていますただ注意していただきたいのがまあ大前提として 500m 以上移動していない なななないいいいいとととペイントをしててくくれないっううのとあと稀になんですがうまくいかないことがありますこれが何でうまくいかないのかっていうのはちょっと検証いろいろしたんですが原因を見つけることができなかったので、まあ、もし新しい発見があればこの動画の固定コメントであったりもし条件が大きく変わるようであれば新たに動画は投稿させていただこうと思うんですが現状まれにうまくいかないことはありますので、まあ、そこだけは注意していただければと思います、まあ、それでも8割9割はうまくいきますのでいつものペイント帽 と同じような感覚で、使うここまでいろいろ説明をさせていただきましたので、最後に一応手順だけまとめておくと、で、ここまでいろいろ説明をさせていただきましたので、最後に手順だけテロップを使ってご説明させていただくと、まずは事前準備として、いつでも冒険モードをオフにしておく。で、その状態で500メートル以上移動していただいて、欲しいモンスターがサークルに入ったら、いつでも冒険モードをオンにしていただく。で、オンにしたら、次は機内モードに にしてもらって通信エラーの表記が出たら機内モードをまた解除ですねしてもらってオトモペイントが完了するので完了したらまたいつでも冒険モードを切るっていうまあこの手順を繰り返すだけなのでまあ、かなり楽にやることはできるかなと思いますということで今回はモンハンナウにおけるオトモペイントの条件についてと狙いのモンスターにペイントしてもらう方法についてご紹介をさせていただきましたでもしこれよりもいい方法があるよとかあればぜひコメント欄でも教えていただけると嬉しいですこれからもモンハンナウの 動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いしますバイバイ